はい、まさかずです。今回はですね、ホットモットからプラス唐揚げ九州チキン南蛮弁当買ってきました。今から食べたいと思います。はい、これからね、ホットモットで買ってきたプラス唐揚げ九州チキン南蛮弁当大盛り今から食べていきます。スプーンもついております。大盛りです。白ご飯の大盛りです。おー、すごい大盛り。一応、九州南蛮弁当ですからね。小袋が2つついておりました。おー、美味しそう。チキン南蛮ソースと、これが、裏面はこんな感じです。こんな感じ。チキン南蛮ソース。そして、もう一つが、こちらにあります。甘酢ソースです。小袋がついております。裏面はこんな感じ。おー、こんな感じです。いやー、これからね食べていきたいと思います。一応大盛りで税込み700円で買いました。プラス唐揚げ九州南蛮弁当。おー、九州南蛮すごい。チキンですからね。今からね食べていきます。おー、唐揚げが、そしてこちらはカツ、チキンですね。程よい酸味のね、これが白ご飯です。甘酢ソースとコクのある甘みにレモン果実、玉ねぎの爽やかさをプラスしたタルタルソース風の南蛮ソースを使った九州チキン南蛮弁当が登場しました。甘酢ソースをかけます。おー、甘酢ソース美味しそう。ほんとね、お腹減ってるんですよ。チキン南蛮ソースかけていきたいと思います。食欲がそそります。おー、タルタルソース美味しそう。タルタルソース風の南蛮ソース、チキン南蛮ソースをかけました。いやー、美味しそう。九州南蛮、チキン南蛮、九州チキン南蛮ですよ。美味しそうです。今からね、いっぱい食べていきます。大盛り、はい、スプーンがね。ついておりました。こんなに立派なねスプーンがついております。ホットモットでね買ってきました。ほんとね、早くね食べて皆さんに食べてるところをねお見せします。一応ですね、カロリーが1097カロリーあります。一応これ唐揚げ食べていきたいと思います。おー、こんな感じ。美味しい。いやー、最高です。美味しい。とね、お腹減ってたんでね、白ご飯も食べていきます。こんな感じです。美味しい。白ご飯最高です。いやー、白ご飯ほんとね、ホットモットの白ご飯美味しいです。これが九州南蛮ですよ。九州南蛮チキンです。美味しそうですね。九州チキン南蛮、白ご飯も本当にね美味しそうで、一応ご飯は日本製です。美味しい、美味しいです。九州チキン南蛮弁当ですからね、お近くのホットモトで買いに行ってください。大盛りで、税込み700円です。おー、ソースがかかって美味しそう。こんな感じで、おー、すげー美味しそう。おー、いただきます。美味しい、美味しい、最高です。いやー、チキン南蛮、あと白ご飯ね、日本製の白ご飯です。いやー、
美味しい。最高です。炭水化物は 126g 入ってます。白ご飯です。おー、うまそう。タンパク質は 44.5g です。とね、九州南蛮、九州チキン南蛮。いやー、一応ね、九州地方で35年愛されてるらしいです。九州のチキン南蛮がついに本州に上陸です。いやー、本当にね、こんな感じです。美味しいです。本当ね、九州南蛮弁当が、本当ね、販売エリアを拡大しております。35年以上九州地区で販売され続けていたオリジナルソースが本州に やってきました。大阪で買いました。美味しい。最高です。ほんとね。ワンコインでね。まあ、一応、大盛りなんで一応700円ですけどね。チキン南蛮弁当。おお、こんな感じ。美味しそう。ほんとね。宮崎県の郷土料理を弁当に仕立てたものと記載されてました。ほんとね。九州で長年販売され続けているホットモットオリジナルのチキン南蛮ソース。ほんとね、今回発売となったそうです。いやー、美味しい。ほんとね、九州地区で販売されてたのが本州にね、上陸ですからね。いやー、美味しそう。最高です。これが、カツの断面です。横の感じはこんな感じ。いやー、チキン南蛮ですからね。これだけのボリュームを食べれば、本当にね、お腹が満腹になります。白ご飯です。いやー、うんとね。まあ、タルタルソースもたっぷりかけたチキン南蛮弁当ですからね。横はこんな感じ。おー。チキン、タルタルソース風のソースです。いやー、美味しそう。ほんとね。これだけのボリュームで、九州チキン南蛮が大阪で、食べれてます。いやー、35年以上愛された九州のチキン南蛮ですからね。いや、最高です。美味しい。こんな感じです。ソースがかかって本当に美味しそう。ほんとね、やっぱりカツ好きには本当ね、たまらないんじゃないでしょうか。ほんとね、一応35年のロングセラーですからね。やっぱ人気があるから本州にね、本州でも販売されるということですね。一応全国で販売されてるらしいです。ね、お弁当がね、本当に一応九州チキン南蛮弁当は2021年4月2日金曜日より地域限定販売をすると発表がありました。ほんとね、4月2日から販売されております。これがね、唐揚げ。ほんとね、九州チキン南蛮弁当。宮崎県の郷土料理を弁当に仕立てたものです。いやー、まろやかな甘酢で、適度にしっとりとしたチキン南蛮をホットモットオリジナルソースで楽しむ。最高です。ほんとね。九州チキン南蛮弁当が大盛りで税込み700円です。ほんとね。最高に美味しそうです。いやー。
一応唐揚げ、鶏肉はブラジルタイでね取れたそうです。これもう少しで完食です。チキン南蛮は、鶏肉2本、フィリピン、タイ、他となっております。完食しました。本当ね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。これからもね、いろいろとね、食べていく動画を上げていきます。応援よろしくお願いします。最後までごちそうさまでした。バイバーイ。